今日も体操服に見えます、オレンジの学年みたいな。確かに体操服っぽいかもしれない。体操服じゃありません。だいたいでもさ、中学校とか色ってさ、赤緑青じゃない。オレンジの学年やっぱないよね。こんばんは。体操服に見える、マジで。ちょっとここだけ見たら体操服に見えるかもしれない。でもこれあれなんですよ、なんかね、オレンジがところどころに入ってる服っていう、なんかこの辺わかります。だからここ今ここだけしか見えないから体操服に見えちゃう。見える。こんばんは。私オレンジの服あんま着ないからなかなか珍しいかもしれないです。今日こんばんは。赤緑青ね、赤緑青だよね。私ね、緑しかなったことないんだよね。あれだ、一応さあったじゃないですか、小学校の頃もあったんですよ。小学校は黄色だった確か。小学校黄色、中学校が緑でしたね。なんか小学校はそう6学年あるから、なんか私は黄色だったけど、あと赤、あと何があったっけ、ピンクとかもあった、薄ピンクとか黄色でしょ、赤黄色赤あ青ピンク、あと2色なんだ、なんだろう、あ、緑だ、緑、あと何色だ、あと何色がある、なんかね、いや私さ他の学年の色ピンクとかさめっちゃいいなって思ってたの。薄ピンクみたいな感じだったんです。薄ピンクめっちゃいいなって思ってたずっと小学校の頃。やすべさん、あーちゃん、たなべっちさん、ヒラリンハットさん、やすべさん、ちくわドーナツさん、山猫坊主さん、ありがとう。赤、ああ赤ね、私ね赤はなんかすごい強い学年っていうイメージがずっとあったんですよ。だからね、ちょっと赤の学年の人たちはなんかちょっと近寄りがたいみたいなイメージがありました。全然そんなことなかったと思うんだけど、なんか赤ってめっちゃ強いっていうイメージがあって、ちょっとね怖かったんだよね。私のちょうど1個上の確か代の人たちだったんですけど、こんばんは。そう、私は緑でした。
今日誕生日です、あおめでとう、栗きんとんさんおめでとうございます。幸せな一年になりますように、おめでとう。お誕生日いいね。私もでも私8月9、10、11、12、あと半年ぐらいでまた誕生日が来る。てかさ、あれじゃないですか、私さ年明けてからさめっちゃ時間経ってるなって思うんですけどさ、まだ21日なんだって思ったらさ、なんか私さ実家に帰ってたのがすっごい前のような感覚があって、私帰ってきたのが6日だからまだそんな経ってないっていう、あの衝撃の事実があって、ちょっとなんかショックなんですよね。そうめっちゃね、めっちゃ前な気がするの本当に実家に帰ったのが。だからなんかまだ21日なんだって感じです。私はねまだそう、まだ帰ってきて2週間ぐらいしか経ってないっていうことなんですよ。そうなのって感じ。ホームシックは治ってはないですね、別に治ってはないです治ってはないけど、なんとかやってるって感じですコロニャンさん、ほっほっほっさん、ほっほっほっ、まことくん、お金持ち先生、まきまきさん、ありがとう。こんばんは、歌唱力見たよ、あ、ありがとうございます。歌唱力、私さ歌唱力は家でその見ることができないから結局自分のさやつは見てないんだよね。てかその別で自分の本番用の映像を撮ってもらってたのでその映像は見たんだけど、あのテレビでのやつは見てない。見てないです。こんばんは。そうなの。でもそうですね、あの本当に今回やっぱねすごい研究生のみんなとかねめちゃめちゃ入っててさ本当にすごいって思いました。でも私も本当にここまで歌があの自分が好きになるとは思っても見なかったことだったので、なんかすごくね、でもやっぱさ好きになるっていう歌がその好きっていうことがあの一番やっぱいいじゃないですか。だからそれはすごい良かったなって思います。自分の中では一番の収穫というか、本当にそれぐらい歌えなかったし
ったけど。でも今はもう本当に毎日でもカラオケ行きたいぐらい、あの本当に好きになったから歌うことが、だからそれはすごい良かったなって思います。で本当にね、全然本当に歌えなかったんですよ。本当にこんばんは。本当に歌えなかったよ。だって私本当にさ、本当にさ、あれ、あのこれ前も言ったことあるけど、オーディション、最終オーディションでみんな、あのなんかファンの人たちの前で会いたかったを歌って踊るってことになってから、そう、家族とカラオケ行った時に、カラオケ練習しに行ったんですけど、行った時にあの会いたかったが、あの 歌えなさすぎて、そう、あのめちゃ家族に笑われるっていう感じぐらいだったのに、そう、あの歌唱力で一人で歌えるぐらいまでになったんだって思ったら、それはちょっとあの自分の中ではちょっと成長したところかなって思います。あの時の自分では考えられない、本当に歌唱力に出るなんてっていう感じです。歌唱力ってさ、立候補制だから、すごい不思議な感じ。なんかでも本当にね、声をこう大きく出すことに対しての、なんて言うんだろう、恐怖心みたいなものとかがあのなくなったっていうのが本当に一番大きいですね。なんかこんなに声出していいんだみたいな、そういうのとか、あとなんか声をこうやっぱり出しすぎて、出して裏返っちゃったらどうしようみたいな、そういう恐怖心がなくなりました。8時ぐらいな、8時前ぐらいになったらやります。あの鈴木強化計画、それはすごい良かったことだなって思います。坂田市民さん、さきさん、まことくん、深みどりさん、ギフトありがとうございます。本当に良かったです。歌唱力に出てくれて、ファンとして御礼を言います。ありがとう。ありがとう。そんな、嬉しい。いやー、なんか逆にありがとうですよね。本当に。なんかそんなことを言ってもらえて、なんかこの歌唱力放送されてから皆さんの、あの見たりしてたんですけど、あの私の対するコメントとかツイートとか
なんか嬉しいなって思ってました本当に。でもやっぱりね、 STU のみんあの本当にレベルが本当にすごい高いじゃないですか。本当にうまいメンバーばっかりで、なんかもっともっと練習頑張って、こう私はなんかどちらかというと、あのなんかなんて言うんだろうな、アーティスト系のなんか歌唱なんて言うんだろう、アーティスティックみたいな、なんかそっち系ではないから、わかります、言いたいことわかりますか。こうアーティストさんみたいな感じのこう歌い方がどちらかというとそっち系じゃないから、なんか歌唱力ってやっぱりなんかすごく高い、自分的には高い壁だと思うんですけど、でもそういうね風にさ歌えたら本当にすごいと思うし、練習を頑張りたいですね。こんばんは。いやでもイケちゃんすごいよね本当に。いや本当にすごいよ、本当にすごいですよね。なんかさ、いつもさ同じあのユニットだからさ、こう歌声を聞いてるわけじゃないですか。なんか普通にさ聞いてるのが本当になんかなんだろう、普通にいつもは聞いてるわけじゃないですか。本当にすごいなって思っちゃう。なんかこう簡単にこんな聞いちゃっていいのか私みたいな感覚です。でもいけちゃんはあの本番中はさもう必死なので、スタジオ公演とか、でもあのリハーサルの時とかさ、なんかいつも袖で聞いたりし て普通に聞いちゃっていいのかみたいな、なんかそういう感覚になる、その歌唱力がなんか高すぎて、すごすぎて。お金払ってた、ですよね、やっぱお金払ってた感じですよね。いや本当に私もそう思う。普段こう普通に聞いちゃってるっていう感じなので、ちょっと本当にいや申し訳ない、これこそ本当申し訳ない。
前言ってたイケちゃん、いや今なんかあんま聞かないな、イケちゃんがさよく言ってた口癖。申し訳ないよ本当に、これこそ申し訳ない。あのミニスタジオの時にね、あのしみさらがあの休業してる時かな、5人でやってる時に、そう愛子ちゃんとそういきちゃんがソロで歌ってたんですよ。あの愛子ちゃんが君についてで、いけちゃんが枯葉のステーションを歌っててそれぞれソロで、あの本当にね私ね超超好きだったんですよあれ本当に。あのもうね今でももうね鮮明にこう頭に聞こえてくるあの歌声って感じです。やっぱインパクトがすごいある。ワンちゃんが枯葉のステーションのイメージ、え私本当枯葉のステーション、ひらひらってやつですよね。こんばんは、ひらひら。私それまでねその曲知らなかったんですよ、知らなかったんだけど、なんかイケちゃんが歌ってるから本当になんかもうめちゃめちゃもう頭に本当に染みついてすごい好きになった。こんばんは。でもさなんかソロでバラード系のソロみたいなのってめちゃめちゃ緊張するなって思いましたね本当に。なんか音に合わせるのがすごい難しい。大輔さんはじめまして、こんばんは。でさあの私プライド今回歌ったんですけど、今井美樹さんのあのリハーサルの時に2回ぐらいあったんですけど、どっちも最初の私は今っていうその一番最初のそのフレーズがどっちもあの全然ピアノの音と合ってなくて、そうもうちょっとゆっくり行ってみようって言われちゃったんだから、すごい難しいゆっくりな曲って。なんか私何でもそうだけどさ、なんか早くさ音をさなんか取ってるのかなって思う。なんかダンスとかもそうだけど、なんかちょっと早い気がする、自分の感じてるこう音がなんか早い気がします。だからそういうのもやっぱりちょっとこれからこう頑張って練習してこう自分の体にこう覚えさせないといけないなって思いますね。こんばんは。よしじゃあやりますか。
それでは、まあちょっと今のこの話に今日はちょっとつながるんですけど、今日の鈴木光計画、本日やるゲームはちょっと久しぶりの曲名当てクイズをやります。超久しぶりにこれやる。これ結構ね、昔から私のことを知ってくれている方は私のクイズといえばみたいな感じだと思うんですけど、まあ、知らない方にね、まあ、説明したいと思います。曲名当てクイズというものは、私がまあ曲のね、曲のまあある、まあ、歌詞の一フレーズまでいかないな、ちょっともう一部分ぐらいを歌うので、その曲が何の曲かを3択で当ててもらうっていう、まあ、ゲームなんですけど、これ本当にやるのが本当にかなり久しぶりなんですけど、まあね、前回やった時よりは、前回やった時よりかはまあ少しはやっぱ音程とかね、ちょっとはね、成長してると思うんですよ、ちょっとは。だからまあこれは皆さんに分かるように伝えられるんじゃないかということで、多分ね、もう難しいけど、そのでもね、これは私がやっぱ伝えなきゃいけないっていう、伝えられるんじゃないかと思いますので、今日は皆さんに当ててもらいたいと思います。でね、曲がね、まあ皆さんが知ってると思われる曲をチョイスしたので、ちょっと待って、これは私実はこれはね、本当にオーディションの頃からやっている私独自のクイズです独自っていうかね、普通にオーディションショールームの時に初めてやってむずいねってなって、覚えてる方いるかな。そうやってたので、なぜかみんなわからないのに、なぜか1名だけね、私のショールーム見に来てくれてた1名だけめちゃめちゃわかる人がいたっていう、超覚えてる。こんばんは。そうそうそう、まあそんなこともねありました。そう、一人めっちゃ当ててた人がいたんですよ、本当に超人の方がいた。なんであれ分かってたのか、恐ろしいよね。もしかしたら身内の人だったのかな身内って家族みたいな、いやそんなわけないだとしたら、そうだとしたらやばいよね。でもそんぐらい、そうなんで分かるのかってぐらいすごい人がいたっていう。こんばんは。深緑さん、栃木のスーさん、和井さん、栃木のスーさんありがとう、グリーンさんありがとう、
そうですそうです。まあ、お、ありがとう初見の YZR7223、 はじめまして。では行きたいと思います。皆さんにはね、これって先に見せてたっけ、あの問題を。まあいいか、まあ先に言わない方がいいか。普通にこんばんは、普通に先にじゃあ歌います。いきますよ。皆さんよく耳を澄まして、音程を、まあリズムというか、まあ音程をあのしっかりと記憶しておいてください。いきます。歩く、はい、皆さん覚えましたか。それでは今の曲、何の曲か、まあこちらが選択肢となっております。1番永遠プレッシャー、2番ギンガムチェック、3番少女たちを。この中から今の曲は何の曲だったか、皆さん当ててください。これ投票にしたいと思います。3択になったん、うん、あのそうですね、だから今回3問あるんですよ。そうだから、2問正解したらクリア、数強化計画クリア。にしようかな。3問中2問。もう一回、じゃあ皆さんもう一度耳をお澄ましください。いきます。歩く、皆さんこの曲の歌詞をよく思い出してくださいね。それでは少し変わってない、いやちょっと私も思った私もちょっと思っちゃった、あれさっきとちょっと違うよって思った、ごめん。ちょっとじゃあもう一回いきますね。歩く、よし、うん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 、では行きましょう。投票この中で何の曲でしょうか。スタート。わかるかな。気合で当てるぜ。お、素晴らしい。よく思い出して。うん、結構いい感じに割れてそう。
こんばんは、こんばんは。さあ、五、四、三、二、一、投票終了。はあ、三番。なるほど。少女たちをが一番多かった。なるほど。正解は2番のギンガムチェックです。ちなみにまあどこのフレーズだったかっていうと、自転車を押して歩くの歩くでした。むずいかこれ。難しかったですか。いやでもちょっと皆さん分かってくれるかなって思ったんだけどな。少女たち、これちなみになんかちょっと似てる感じの曲を3つとも選んだから、ちょっと惑わせたというか、ちょっと難しかったと思うんですけど、これはちょっと自分の力を試そうって思って、あ、ダメでしたね。少女たち、うん、でも確かになんかぽいよね。2と3投げましたって、おい。どっちか投げたら当たるかなみたいな、そりゃダメだよ。銀ガムと銀ガム、銀ガンダムみたいな言い方する。こんばんは。そう、自転車を押して歩く。じゃあ続いて、全部慣れちゃダメだって。そりゃ問題にならないからダメだね。そりゃまあ今のはちょっと難しかったかもしれないね。よし、では続いての曲いきます。いきますよ。ちょっと待って。ちょっと待って。いきます。僕は もう一回いくよ。僕はよし、では選択肢、僕多いよ。そう、僕多いよ。僕多いから惑わせないでね。ではオープン。1番希望的リフレイン、2番フライングゲット、3番十年桜。さあどれでしょうか。僕は多いんだよね。
銀ガムはもうないですよ。さっきのだ、さっきの選択肢だから銀ガムは。じゃあもう一回いきます。もう一回いくよ。僕は分かりましたか？僕は悩んでます。プライドかな。違うわ。粉かよ粉か。じゃあ行きまーす。投票スタート。また音程変えたよなって。いやそりゃ多少は変わりますよ。そりゃ1ミリ2ミリ3ミリぐらいの音のズレはありますよ、さすがにね。それは全く同じ重なる音なんて歌えませんよそりゃ。まあある程度、ある程度まあ同じだったとは思います。さっきのは結構違ったけど。5、4、3、2、1、0。あーすごい、 54%。 3番10年桜、結構群を抜いて3番がいい。なるほど。ということで正解は3番の10年桜でした。正解。お、すごい、これ結構簡単でしたか。正解正解。これ10年桜の一緒にいれないけど、トゥトゥルルルルルルル、僕は忘れないの僕はでした。イエーイイエーイ。サビ前のところですね。僕は忘れない。皆さんさすがです。調子が出てきましたか。いいねいいね。じゃあ次、最終問題、最終問題です。最終問題ちょいむずいかもしれないです。はい、ではこんばんは。
こんばんは。じゃあこれ最終問題なんで、あの今来てくれた皆さんももしよかったら参加してください。私が今からある一部分を歌うので、それが何の曲かを当てるというゲームです。よく聞いてください。ではいきます。みんなで、よし、オッケー。それでは先にちょっと見せるね、選択肢を。こちらです。じゃん。1番グリーンフラッシュ、2番365日の紙飛行機、3番僕たちは戦わない。パス。ダメだダメだ、君ダメだ、パスはなし。難しい。もう一回いきますよ。みんなで、無理？多分ってなってるけど確信持てない。ああ、これは確信持てないやつなんだ。みんなで、決めたが自信ない。ほう、こんばんは。わかった。それでは投票と、ほい。さあ皆さんわかるかな。お、なんかこれは1と3で割れてるね。割れてる感じかな。歌詞がない、リズムが合わないので結局の消去法になってしまったの、悔しい。なるほどね。5、4、3、2、1、0。これは3番。3番、僕たちは戦わない。1番グリーンフラッシュで、最後が365日。3番、わかりました。正解は、正解は3番の僕たちは戦わないでした。
皆さん正解でーす。すごーい、さすがです。よくわかりましたね。まあどこかっていうと、みんなで分かち合おうかっていうところなんですけど、これ場所的にはサビ前かな。みんなで分かち合おうか、僕たちは。すごい。でもさ、これなんとなくさ、ちょっとこれはでも なかったですか。これはなかった。いやー、でもちょっと、こんばんは。すごい、やったー。これはちょっとね、ありがとうございますありがとうございますということで成功、イエーイ。僕たちは戦わない、私結構なんか思い出深いこの曲は。なんかこの曲ってさ、僕たちは戦わないってさ、あの選抜総選挙の曲だったじゃないですか。あの選抜総選挙のなんかイメージソングみたいな感じだったじゃないですか。ソパルルさんがセンターの。私その時のその総選挙がそのヤフードームである みたいな感じで、福岡ね。私その時福岡住んでたからそうで、その時に私は人生で初めてのコンサートに行きました。そのヤフードームに。総選挙の日は行けなかったんだけど、次の日にあった高野祭っていうやつに全グループが出るコンサートだったんですけど、ヤフードーム。そう、私は人生初めてのコンサートがそれだったんですよ。だからなんかこの曲はすごくね、私の中ではすごくね、なんか特別な曲です。そう、私こんばんは。私も総選挙テレビで見た。なんかだからこの曲を聴いたら私はちょっとなんかゾワゾワするゾワゾワするってな、その時のことを思い出して、すごいね、思い出すの、この曲聴いたら。で、私が中 2? 中 3? どっちだったかな、どっちかだったと思うんですけど、あ、中3か、確かだったと思うんですけど、本当にね、ヤフードーム広いじゃないですか。そう、あの広い中ね、あの2階の全然見えないところだったんですけど、まあ、見えないって言ってもまあ見えるけど遠いみたいな感じ。2階の、まあ、列もそんな前の方じゃなくて、見えるんだけど遠いところだったんですけどそう、それでもめちゃめちゃ楽しかったの覚えてる。そうで、もうすごいってね、その時に初めて他のグループ AKB さんとか初めて見たんです、その時に。まあ、遠かったけど、でもトロッコとかでまあまあ見えるぐらいまでのところまで来たんですよ。顔はちゃんと分かるぐらい、その本人っていうのが
そう、もうめっちゃね、その時のこと私覚えてます。すごいってね、なったのを覚えています、今でも。こんばんは。そう、すごいすごいよ、本当に。もう本当に楽しかった。リュータさん、はじめまして、こんばんは。はじめまして。そう、コンサート楽しい、楽しいよね。なんか初めてそんなさ、大勢の、なんか公演とかは行ったことあったけど、なんかそんなさ大きいコンサートとかに本当に初め、それが本当にコンサートは初めてだったから、もうなんかコンサートってこんな楽しいんだみたいな、なんか遠くてもあのワクワクする感じがすごいなって思いましたね、本当に。あの近くの人いいなとか思ってたけど、あの本当に、だけどでも遠くてもなんかそれを別に感じないぐらいの楽しさ、いいよね。でもなんかあの1階のさ、あの前の席の人とか本当に、どうやってあんな前になったんかなとかずっとね考えてたの。あの1階の人たちの、あの本当に前方の前の人たち、あんな近くで見れて、何をどういうことをしたらあんな前に席が当たるんやろうかっていう、なんかそれは多分本当に長年多分ファンとして多分ね、多分そういう人って多分さ、ファンクラブとかそういう歴が多分長い人とかですよね、多分わかんないけど、そういうのとかあるのかな、でも私分からないんですけど。そう、でもなんかこんな広い中でもうすごすぎるって思ってました、あんな前で見れるなんてっていう、あの選ばれし人なわけなんじゃないですか、だってあんな前でさ、すごいよって思って。いやでもそんなこと考えてたけど、でも全然こんな2階のこれ上の方でも全然楽しかったですね。いやすごいよね、あのさコンサートのさ、そう最前、えあるの1階、すごい、あの最前の人たちもう選ばれし人じゃないですか、本当に。あすごいよね、本当にすごいよ。どんなさ景色なんだろう、一番前って。あちょっと、震える、やばい、なんかさ近すぎて逆に見えないみたいな感じなのかな、だってダンスとかさ近すぎるとさ、なんかもう分かんなかったりするじゃないですか、そんな感じなのかな。あでもさ言うてそんな近すぎるわけじゃない、コンサートとかってさ前でもなんか若干距離あるよね。スニーカーの擦れる音が聞こえるって、あーなるほどね、確かに聞こえるよね、絶対前だったら。2階はもう全く聞こえないですもん、当たり前だけど。ももさんはじめまして、はじめまして、ありがとう。いやーコンサートいいな。でも本当にさあれですよね、なんか
あ、わかる。テレビで見てる人が目の前にいるって不思議。え、わかる。不思議だよね。逆に目が、あ、でもね、それすごいよね、思う。あのこの間のクリスマスコンサートの時とか、花道めっちゃ近くて、一番前の人と全然目が合わないんですよ、本当に。そう、だからね、逆にちょっと気まずいよね、あれ。超近いの、本当に。あの花道びっくりしちゃったもん。なんか一回、あの奈々さんのコンサート、兵庫であった奈々さんのコンサートの時も花道で踊ったりしたんですけど、あの横のね、なんかあの時よりも、あのクリスマスコンサートのあの広島の会場、あの時の花道の方がめっちゃ近かった気がする。一番前が本当にもうね、な、近っみたいな感じでした。本当にびっくりって感じ。そう、だから逆に多分ファンの方も近すぎて見づらかったんだと思うよ、絶対。だって横見たらさ、踊ってるんだよ。だってこの本当にこの真上ぐらいで、真上ぐらいで踊ってるんですよ。そりゃあさ、そうだよねって思っちゃった。でも、なんかファンの人からしたらこう近すぎてさ、そう、逆にどんな感じで見たらいいのみたいな感じだよね、絶対。そう、互いに恥ずかしいんですよ、近すぎるのも。いや、嬉しいけど、嬉しいんだけど、距離が近いっていうのは嬉しいことだけど、そう、でも互いに恥ずかしいっていう、なんかこの、そう、なんかね、すごい不思議な感じですよね。嬉しいのに見れないって、なんかなんかすごい矛盾だよね。でもやっぱさすがにちょっと近すぎるとね。だから逆にその花道からちょっと1、2列目の人はなかなか目合わないけど、その3、4ぐらいその後ろらへんの人たちとは目が合うけど、やっぱ前の人たちとは合わないなっていう印象がありました、この間のクリスマスコンサートの時とか。で、今考えるとまあそう思うけど、でも実際やっぱ私たち側からしたら、え、大丈夫かなってちょっと思っちゃった。ちゃんとこう楽しんでくれてるのかなってちょっと思ってしまった部分はやっぱりあったんですけど、いやでもこう考えてみたら、まあそりゃあんな近かったら見れないよねって思う。私だって多分そっちの立場だったらなんか難しい、どっち見たら、どこ見たらいいか。だから逆に前のステージ見るかもしれない。こんばんは。でもやっぱさ、目が合うとさ嬉しいですよね。私めっちゃいつも思うけどさ、目が合ってやっぱ笑ってくれたりとかがあったらめっちゃ嬉しい、本当に。あー、笑ってくれた、イエーイって心の中で思いますもん、本当に。でもね、近いの、あ、ね、嬉しいですよね、それは。それはそう。
映画館の最前列席も逆襲に迫力。ああ、私もね一回ね一番前にね座ったことあるんですよね。一番前だったか一番前から2列目だったかちょっと覚えてないんだけど、本当に前に座ったことがあったんだけど、なんかその時ね妹と見に行ったんだけど、めっちゃちっちゃかったの妹が。本当にたったさん、はじめまして、こんばんは、はじめまして。そう、映画館なんかあ、そう、お姉ちゃんと妹、そう三姉妹なんですけど、その三姉妹で見に行った時があって、妹はね多分まだ幼稚園ぐらいだったのかな、めっちゃちっちゃかった時で、そう、あ、幼稚園もうちょっと小学校本当に1年生ぐらいかな。で何の映画か忘れたんですけど、で人が多くてもう前の方しか空いてなくて、結局もうしょうがないからそこに座ったんですけど、そう、でもさ、なんか映画館すごい覚えてるのが、映画館 CM あるじゃないですか、広告みたいな始まる前に。そうで、なんかセブンイレブンの、 CM が流れたんですね、その映画館で。でなんかそのセブンイレブンのその CM に出てくるセブンイレブンの商品がその出てくるたびに妹がすごい大きい声でその商品の名前を、ね、読み上げるっていう、超恥ずかしかったの覚えてるもん。ちっちゃいからさ、その周りのこととか全然わからないわけですよ。その商品が出てくるたびに映画館の中でですよ、大きい声でその商品を読み上げ、恥ずかしかったのめっちゃ覚えてるもんそれそんなさそんな大きい声で言うぐらいの、めっちゃ大きい声でそう、超恥ずかしかった覚えてます、めっちゃ人いるのに。そう、でも今思ったらすごい可愛いなって思うけど、でも恥ずかしいからやめてみたいなですか。こんばんは。そんな感じですねそんな感じ、いや子供は無邪気すぎて無敵ですねってね、本当に小さい子は可愛い本当にな、んかね本当にどれぐらいかな、ね、お話し会でね、本当にそれこそ小学校低学年ぐらいの子がお話し会にこう来てくれたりした時にはもうなんか何をもう
最大限のもう可愛いを伝えたすぎても日本語になってない、なってないんですよ。日本語にならないんですよ。もうなんか最大限の可愛い伝える時って、そう、あの日本語喋れないんだなって思いました。今後にならない。そう、ファーって感じ、もうファー、もうファーファーです、ファーうわーってなるから、もう日本語喋れなくなっちゃう。まあそんな感じですね。ルーチーさん、次のスーさん、キルスさん、タナベッチさん、ラブリー48さん、あかねもち先生ありがとう。じゃあ終わります。ランキングを読みます。13位ギルスさん、ありがとうございます。12位ラブリー48さん、ありがとうございます。11位田辺さん、ありがとうございます。10位栃木のスーさん、ありがとうございます。9位クギツネ37さん、ありがとうございます。8位ちくわドーナツさん、ありがとうございます。7位さきさん、ありがとうございます。6位ドゥグラスさん、ありがとうございます。5位山猫坊主さん、ありがとうございます。4位まきまきさん、ありがとうございます。3位たのべっちさん、ありがとうございます。2位まことくん、ありがとうございます。1位はやすべえさん、ありがとう。ございます。では今日みんな当ててくれてありがとうね。本当にありがとう。とっても嬉しいです。ではみんな、バイバーイ。あ、お話し会受付中ですので、皆さん待ってます。お話し会、あとチキ会も今は受付中です。お話し会は、今日は21か。今日21だから、22、23日まで、明後日まで。明後日まで。なので、なるべく多く感謝枠が空いたらいいなって思います。23日までなので、皆さん申し込みお願いします。ではバイ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 。